元 SKE48 メンバーでタレントの三上優愛さんが、6月11日放送のテレビ朝日岩倉と吉住の番組、火曜深夜0時15分に出演。番組内の企画女の数々の問題で、有名カメラマンからのセクハラ体験を明かしました。この日のトークテーマは多岐にわたりましたが、その中で社会人になってハラスメントと感じた回数についても話題に上りました。三上さんは、私の業界はセクシーなイメージがつきものなので、セクハラについてはあまり気にしたことがなかったと前置きしつつ、これまでに2回ほどハラスメントを経験したと告白。そのうちの1回が有名カメラマンによるヌード撮影だったのだそうです。ヌードの撮影で有名なカメラマンさんに撮っていただけるということで、これはすごいお仕事だから引き受けた方がいいと勧められて引き受けたんです。でも撮影は2人きりで行わなくてはならない、ちょっとこれはアウトなんじゃないかと思うこともありましたと三上さん。 MC の吉住も、芸術と言われると何も言えなくなるよねとツッコミを入れます。それに対し三上さんは、そうなんですよ、でも今回のは芸術をちょっと超えていたかなという感じがしましたと苦笑い。吉住は、芸術の境界線決めた方がいいのかもしれないねと提案しました。この三上さんの告白は、芸能界におけるハラスメントの問題を浮き彫りにするものと言えるでしょう。特にヌード撮影という表現の自由とハラスメントの線引きが難しい場面では、カメラマンと被写体の間に明確なルールや合意が必要だと感じさせられます。セクシーな業界だからセクハラを気にしないという三上さんの発言からは、一種の定感すら感じられるかもしれません。しかし、どのような業界であれ、個人の尊厳が脅かされるようなハラスメントは許されるべきではありません。芸術表現とハラスメントの境界線、それは時に曖昧で、人によって捉え方も異なるのかもしれません。しかし、だからこそ表現者とモデルの間で事前にしっかりとした話し合いを持つことが大切なのだと思います。お互いの立場を尊重し、どこまでなら許容できるのかを確認し合う、そうしたコミュニケーションがあってこそ、芸術表現とハラスメントを分ける一線を引くことができるのではないでしょうか。三上さんの体験談は、改めて業界内のハラスメント問題に光を当てるものでした。芸術表現の自由は守られるべきですが、それと同時に表現に携わる人々の人権もまたしっかりと守られなければなりません。視聴者からのコメントを読んで返信する部分、動画の最後にコメントをつけてご意見をお聞かせください。カメラマンが撮影した写真データを SD カードごとにマネージャーに渡すなど、ルートを設定しないと、カメラマンの機密素材は個人のコレクションになり、仕事で使うものを選んで渡すようなことが起こる可能性があるから、セキュリティがしっかり必要だよ。写真データの管理は非常に重要な課題です。カメラマンが撮影した写真は、仕事上の機密情報や著作権に関わる重要な資産です。そのため、適切な管理体制を整えることが不可欠です。ご指摘のように、SD カードごとにマネージャーに渡すなどのルート設定は、セキュリティ確保の観点から有効な方法だと考えられます。カメラマン個人のコレクションとして写真が残されてしまうリスクを最小限に抑えることができます。また、仕事で使用する写真を選別して渡すプロセスも重要です。撮影したすべての写真を提供するのではなく、クライアントや編集部のニーズに合わせて最適な写真を選定することで、機密情報の漏洩を防ぐことができます。有名なヌード写真家といえば、あの人ですかね。去年か一昨年に亡くなりましたが、女優との関係で有名でしたよね。でも、彼の写真は猥褻なものではなく、むしろ芸術として評価されていましたから、何が猥褻で何が芸術か、はっきりと区別がつかないですけどね。はい、ご指摘の通り、有名なヌード写真家の方は確かに女優との関係で話題になっていましたね。しかし、彼の作品は単なる猥褻なものではなく、むしろ芸術性が高く評価されていたのが特徴です。ヌードを撮影する際には、被写体の人間性や美しさを捉えることが重要だと考えられています。単に露出を強調するのではなく、被写体の内面や感情を表現することが求められます。つまり、ヌードであっても、それが単なる露出ではなく、作者の創造性や感性が反映された作品であれば、芸術として認められるのです。
約20年前の有名カメラマンの自伝風の記事を読んで、現地ではそういう関係になるのは当然だと述べていたのを思い出しました。まあ確かにそういう場面もあるかもしれませんが、職場ではそう簡単にはいかないでしょうね。まあ例外はあるかもしれませんが、一般的ではないでしょう。確かにある程度の例外はあるかもしれませんが、職場での人間関係は複雑で簡単に一般化することはできません。カメラマンの自伝の記述は特定の状況下での経験を反映しているに過ぎません。しかしそれを一般化して当然のことと述べるのは適切ではありません。職場での倫理的な行動は重要であり、上司と部下、同僚間の関係には細心の注意を払う必要があります。個人的な関係が職場の秩序を乱す可能性があるため、慎重に対処する必要があります。芸術と猥褻の境界は確かに曖昧ですが、過去に AV を撮影したにもかかわらず、カメラマンのセクハラ行為に文句を言う、その倫理的なゾーンもまた曖昧で、他人には理解できないと感じることがあります。過去に AV 撮影に関わっていたにもかかわらず、セクハラ行為に文句を言うのは倫理的な立場が曖昧だと言えます。しかし被写体の立場に立って考えると、撮影時の同意の有無や撮影の目的、撮影者の態度など様々な要因が関係してくるはずです。単純に過去の経歴だけで判断するのは適切ではないかもしれません。この問題には一概に正解はなく、個々の事例によって判断が分かれるでしょう。被写体の人権と尊厳を守ることが何より重要だと思います。三上さんが3人いるということは皆さんよく知っていることだと思いますが、もし三上さん自身がこのように考えているのであれば、3人の私たちとの整合性がなくなり矛盾している状態だと指摘されることがあるのでしょうか。三上さん自身が3人いるという認識を持っているのであれば、それは一般的な理解とは異なるものになります。しかし私たちが三上さんの内面や心情を完全に理解しているわけではありません。三上さんの発言には何らかの背景や理由があるのかもしれません。この問題を単純に矛盾だと断じるのではなく、三上さんの立場に立って慎重に検討する必要があります。三上さんの言葉の意味するところを丁寧に探り、三上さん自身の認識を理解することが重要だと思います。